挑戦、日本語できます。皆さんも一緒に挑戦しましょう。皆さん、こんにちは。ホニゴンです。こんにちは、エリンです。こんにちは、こんにちは。今日の勉強はこちら。うわ、バス？そう、バスに乗るよ。そして今日エリンが挑戦するのはこれだよ。値段を聞く？そう、バスで値段を聞くんだ。うまくできるかな。頑張ってね、エリン。よし、行ってきます。すみません、文化センターまでいくらですか？200円です。200円、そこに入れてください。ここですか？あ、お釣りがあるときはこっちね。わかりました。お釣り忘れないで。はい、ありがとうございます。発車します。近くの手すりまたは釣り革にお捕まりください。バスに乗ったよ。緊張した。上手にできたね。さあ帰っておいで。ただいま。おかえり。ほいっと、じゃあ勉強しよう。今日エリンが挑戦したのはバスで値段を聞くだったね。文化センターまでいくらですか？文化センターまでいくらですか？いくらですか？そう、値段を聞く言い方だね。そしてバスや電車の値段は行くところの後にまでをつけるんだ。はい。じゃあちょっと練習してみよう。美術館。美術館までいくらですか？170円です。美術館までいくらですか？170円です。動物園。動物園までいくらですか？280円です。動物園までいくらですか？280円です。いくらですか、いくらですか。エリン、どう？いくらですかは分かったけど、値段の言い方が難しいです。よし、じゃあ次は値段の言い方を練習しよう。これはいくらかな？100円、200円、300円。正解。じゃあこれは？
200円、10円、20円、30円。じゃあいくらかな。230円。大正解、よくできたね。やった。じゃあ今日のスキットもう一度見よう。すみません、文化センターまでいくらですか。200円です。200円。そこに入れてください。ここですか。あ、お釣りがあるときはこっちね。わかりました。お釣り忘れないで。はい、ありがとうございます。発車します。近くの手すりまたは釣り革にお捕まりください。値段の聞き方は分かったかな？はい。よし、じゃあ次のコーナーだよ。日本のいろいろな人たちの値段の聞き方を見ましょう。そばお待たせしました。おいくらですか。1100円になります。ありがとうございます。山手ビジネスホテルでございます。そちら一泊いくらですか。お一人様シングル税込みで 13,255 円になります。じゃあ1名シングルで今週の金曜日にお願いしたいんですが。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。このサイダーいくらですか。はい、100円です。じゃあとなっちゃうけどね。大丈夫。いろいろな場所でいくらですかが使えるんだね。じゃあここで少し休憩。バスでこんなものを見つけたよ。何か当ててね。これは何？どうしてこの席色が違うんだろう。優先席。お年寄りや怪我をした人などの席です。へえ、そうなんだ。じゃあ勉強に戻ろう。はい。次は応用スキット。さきちゃんとお姉さんの会話だよ。二人はめぐみちゃんのピアノの発表会に行くよ。楽しみ。先に行っててって言ったでしょ。
間に合わなかったらどうしよう。めぐみちゃんの出番って最初の方なの？うん。しょうがない、タクシーで行こうか。文化センターまでいくらかかるの？1500円ぐらいでしょ。1500円？大丈夫よ、それぐらい。バイト代入ったばかりだから。めぐみちゃん、上手だったよ。さあ、エリン、値段の聞き方、今のは分かったかな？サキちゃんはいくらかかるのって言ってた。うん、乗り物の値段を聞くときはいくらかかるのでもいいんだ。そうなんだ。丁寧に言うときはいくらかかりますかになるよ。はい。じゃあこのスキットをもう一回見よう。あ、次のバスまで15分もあるよ。お姉ちゃんが出かけにもたもたしてるから。だから先に行っててって言ったでしょ。間に合わなかったらどうしよう。めぐみちゃんの出番って最初の方なの？うん。しょうがない、タクシーで行こうか。文化センターまでいくらかかるの？1500円ぐらいでしょ。1500円？大丈夫よ、それぐらい。バイト代入ったばかりだから。エリン、これでいろいろな乗り物の値段がわかるね。はい。じゃあ言葉の勉強はここまで。次は日本の文化を紹介する見てみようのコーナーだよ。見てみよう。今日は日本の交通機関を見てみよう。日本にはたくさんの電車が走っているよ。時間がとても正確です。駅には時間を知らせるものがいろいろあるよ。黄色い線までお下がりください。行きたい駅まで何分かかるかわかるんだ。へえ、便利。今度は道路の下を見てみよう。地下鉄だ。そう。これが路線図。たくさんある。この駅は遠いよ。地上から42メートルの深さにあるんだ。42メートル。次はモノレール。一本のレールを走ります。あれ、こっちはレールの下を走ってる。面白い。新幹線。そう、よく知ってるね。日本で一番速い電車、
時速300キロで走るものもあるよ。日本にはいろいろな乗り物がありますね。新幹線って本当に速いね。新幹線。さあ最後のコーナー、今日は日本語を勉強する高校生の女の子を紹介するよ。私と同じ。どんな人かな。世界に広がる日本語。ここはブラジルです。サンパウロにある日本語学校です。小学生から高校生までたくさんの生徒が勉強しています。折り紙、漫画、そろばん、いろいろな日本の文化も教えています。歌を使った日本語の授業もあります。飲みたくない会いたくない野菜ジュース飲みたくない元カレに会いたくない。この歌は先生が作りました。生徒も盛り上がりますし、疲れててもやりたくなる、歌いたくなる、やる気が増えてくるからこの授業をしたんです。このクラスに通うサマンタさんとブルナさん、双子の姉妹です。本が欲しいですね。これはラジオが欲しい。彼氏が欲しい。半年前、二人は一緒に日本語の勉強を始めました。二人は日本の漫画やアニメが大好きです。部屋にはたくさんのグッズがあります。アニメで聞いた日本語がとても綺麗で、日本の文化をもっと知りたいと思いました。オリジナルの漫画を日本語で読みたくて勉強しています。二人の一番の楽しみはコスプレです。自分たちでアニメの衣装を作ってコスプレのイベントに出かけます。二人の将来の夢は？日本の人と日本語で一緒に仕事ができるようになりたいです。いつか日本にいてロボットを作るのが私の夢です。最後に二人が大好きな日本語を教えてくれました。春の季節が大好きです。愛が一番大切です。サマンタちゃんとブルナちゃん、可愛かった。ブラジルでも日本のアニメは大人気なんだね。ところでエリン、今日の勉強覚えてる？はい。値段の聞き方、いくらですか？バッチリだよエリン。よいしょ。皆さんどうでしたか？さて次回はこちら。サキちゃんの家で趣味の話をするよ。友達の部屋って初めて、楽しみだな。それじゃあまた日本語できますで会いましょう。さようなら。次は第6課のやってみようだよ。やってみよう。今日は笹舟を作って遊びましょう。先生は高橋芳恵さん。まず作り方を教えてもらいます。
これ何かわかるかな。紙。見たことある人。おお。なんか知ってる。わかんない。わかんない。笹だよ笹。ね、笹って言うんだよ。これでね、実はね、船が作れるんだよ。お手本です。笹をまず折ります。3つに切って両端を組み合わせます。反対側も同じようにします。笹舟の完成です。では笹舟を作ってみましょう。はい、待ってね、順番にね、ここ薄い、じゃあここに書いて、じゃあここに書いて、いいよ、もうちょっと切った方がいいと思うよ。こんにちはって合わせるから。入れた。ここ、あー、これ変な形に。あ、上手じゃん。お、上手じゃん、ソン君。すごいすごいすごい、うまいうまいうまい。難しかった。どんなところ。なんか貼り合わせるのがすぐほどけちゃうから難しかった。作った笹舟を流して競争しましょう。では行きますよ。はい、じゃあみんな用意はいいかな。いいですか、用意スタート。おっしゃ、よっしゃ、はい、頑張れ。自分の船ね、応援するんだよ。おー、うまい。なあ、じゃあもう一回やって。なんだ、真ん中にやってな。OK、で、頑張れ、頑張れ。やった、やった。わあ、すごい。あ、うちの手進んでる。うち1位から。あ、青山のそれだ。あ、僕2位だ、2位だ。あ、そうでしょう。お、早い。あ、下半身。あ、追いついてる、僕の。お、早い、やっぱり。いい勝負だね。早くなってる。もうちょっと。いい勝負です。おっしゃ、あれ？これわかんないよ。どうしたの？ノー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 。あ、どうしたそれ？これは僕のね、3位だった。これ3位？うん。はい。2位よー。すごーい。どうしたら勝つかわからなかったけど、ちゃんとできた？できた。この船でできました。2位になりました。結構嬉しかったけど、もうちょっと頑張れたな。笹舟、皆さんも作ってみてください。